ペロシ下院議長が台湾を訪問する予定で、アメリカ軍空母ロナルド・レーガンのフィリピン海に展開との情報をキャッチしました。今回は、このペロシ下院議長、台湾訪問と空母打撃群の台湾周辺展開を詳しく見ていきますね。やはり、韓国の態度は塩対応です。アメリカのペロシ下院議長が2022年8月2日にかねてより予想された通りに台湾への訪問を実施したが、これを政治的に認められない中国は台湾を取り囲む形で6カ所もの空海域における軍事演習を8月4日から開始した。すでに中国の軍事演習の開始時点の8月4日にはペロシ下院議長は台湾を後にしており、中国側のインターネット上等では、自国の軍事演習実施のタイミング等が、まだまだ手ぬるいとする、強硬、派の意見が多数散見される事態となっている。もともと、ペロシ下院議長が台湾入りを強行するのならば搭乗して、台湾に向かう際の航空機を、撃墜すべきというような意見すらも出されていた背景があり、日本が思う以上に、台湾に対する中国の姿勢は、激化していることを伺わせた。ただし、民主党所属のペロシ下院議長としても、2022年の中間選挙に向けて、対中国政策で妥協しないことを、自国の有権者にアピールする、政治的な意味合いが大きく、そうした観点からは、米中の舌戦に、始終した感は、否めないように映る。アメリカは、今回のペロシ下院議長の訪台に伴い、一応、不測の事態も考慮して、一部の海軍艦艇を周辺海域に待機させており、中国側が、軍事的な恫喝に及ぶならば、それに対抗できるだけの戦力を投入できると示そうとした。ここで待機させれたのは、ミニッツ級航空母艦9番艦の、ロナルド・レーガン。タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦8番艦、アンティータム、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦26番艦、ヒギンズ等で、フィリピン海に展開した。また、これらとは別に、アメリカ海軍は、沖縄の周辺海域に、アメリカ級強襲揚陸艦2番艦、トリポリ、佐世保に、同1番艦の、アメリカも待機させており、これらは、F-35 ライトニング 2B 型を艦載することで軽空母的な運用も想定される。こうしたペロシ下院議長の訪台に伴う待機以外でも、アメリカ海軍は、6月末から、ハワイの周辺の空海域での多国間軍事演習、リムパック2022も実施中であり、こちらには、ミニッツ級航空母5番艦、エイブラハム・リンカーン等を参加させている。ちなみに、このリムパック2022には、日本の海上自衛隊からは出雲、片護衛艦1番艦の出雲、や、高波型護衛艦の1番艦、高波が派遣されており、陸上自衛隊からも、部隊参加が行われるなど、海上に止まらない合同軍事演習となっている。今年のこのリムパック2022は、最終日が8月4日で行われたが、もし、仮に、ペロシ下院議長の訪台が、本当に、アメリカと中国との間の、一触即発的な緊張関係に置かれたとするならば、途中で中断するなどの措置が取られただろう。そうした点にまで至りっていない時点で、今回のペロシ下院議長の訪台が、即米中の、軍事的な衝突にまで発展する可能性は、限りなく低く、起こり得たとすればあくまでもぐ、不発的な要素によるもので、計画されたものではなかったと思える。今回、中国側は、8月4日から7日までの日程で、台湾周辺の空海域6カ所において、軍事演習を敢行すると発表しているが、これまでの軍事演習よりも一部で、
台湾の領海にまでその範囲を設定するなど、明らかに圧力を強めている。台湾側でも、こうした中国側の演習実施区域には危機感を募らせ、それは事実上、中国軍が台湾に対する海上封鎖を行い得ることを内外に示すものだと警鐘を鳴らしており、過去最大の挑発行使であることを訴えている。こうした中国軍の今回の軍事演習における動きは、くしくもアメリカ自体が提唱した AD、接近阻止、領域拒否戦略をまさに辞ていくものであり、アメリカと中国の軍事力が、これまでとは確実に違う域に達していることを伺わせた。これは、1995年から1996年にかけて発生した、いわゆる第三次台湾海峡危機と呼ばれた、アメリカと中国との軍事的な緊張が生じた時とは全く異なる事態であり、かつて航空母艦、ミニッツ、インディペンデンスの2隻で威圧された中国はもうない。この時はミニッツ、インディペンデンスの2つのアメリカ海軍の空母打撃群の台湾周辺への進出を前にして、中国はこれらを抑止可能な戦力を保持しておらず、ミサイルを用いた台湾への恫喝を取りやめざるを得なかった。この第三次台湾海峡危機でアメリカ海軍から与えられた屈辱を晴らすべく、ちょうど経済的にも大躍進を遂げていた中国は、軍事力の強化に邁進し、ロシアから駆逐艦、攻撃型潜水艦、戦闘機を調達、航空母艦の取得も進めた。これらの軍の装備の強化に加え、中国軍は中距離ミサイルのディフェンダー -17 やそれに搭載可能な極超音速滑空体 HGV のディフェンダー ZF を開発しており、かつてのようなアメリカの空母打撃群に容易に接近を許す体制を覆しつつある。 A2AD 接近阻止領域拒否戦略は、その名称が示す通り、 A2接近阻止では、主として、陸上からのミサイルや航空機による攻撃。AD、領域拒否では、主として、海軍艦艇からの対艦ミサイル攻撃が行われるものと想定されている。これらによって、アメリカ海軍の空母打撃群が台湾海峡に侵入してくることを防ぎ、おおむねに、西太平洋方面まで、中国軍が、それらの圧力を排除することが基礎されており、アメリカの軍事力を台湾防衛に用いられないようにすることを志向している。アメリカ海軍は、大型の原子力航空母艦を、ミニッツ90隻、ジェラルド、R、フォード級を、1隻の合計11隻も保有しており、未だ、3隻目の、福建を、今年2022年に進水させたばかりの中国海軍よりも、はるかに高い攻撃力を有している。しかし、アメリカが全世界にこれらの空母打撃群を派遣することで影響力を維持しているのと対照的に、中国は現状では東シナ海や南シナ海での限定的な AD、接近阻止、領域拒否戦略をまず確立することを狙っている。その意味においては、中国の AD、接近阻止、領域拒否戦略は、これまでのところ、順調に推移しているとも言うことができるわけで、かつてのようなアメリカ海軍の影響力を、少なくとも、台湾海峡からは、引き下げることに成功しつつある。こうした状況下で、アメリカは、新型の大陸間弾道弾、ICBM であるミニットマン3の発射試験を見合わせることを表明しており、すでに、これは、一度、2022年3月に予定されていたものが延期されており、二度目となる動きだ。一度目の発射試験をアメリカが延期した理由は、その前月である、2022年2月に、ロシアが、ウクライナ侵攻を開始したことを鑑み、いたずらにロシアを刺激するのは
良くないと判断したものだったが、中国に対しても同様の対応を行った形だ。このアメリカの見せた譲歩が今後どのように中国に作用するのかが注目点だと思えるが、少なくともロシアはロシア・ウクライナ戦争をエスカレートさせない方向には向かっておらず、その効果のほどは何とも言い難い。むしろ個人的には中国側がこうしたアメリカの譲歩姿勢を政治的に利用する可能性の方が高いようにも感じられ、中国の台湾併合に向けた習近平体制の権力基盤をさらに助長させる方向に向かわせないかが非常に気がかりだ。頑わくば中国の海軍力の強化は、第一次世界大戦時のドイツのように世界最大の海軍国イギリスへの対抗上強化はしたものの、直接対決を挑むには危険が大きすぎ、異質を恐れた現存艦隊主義となったことに習うよう期待したい。